松潤さん、動画いいじゃないですか、ピアノ。五島なんていう方ですかね。これ曲聞いたことあるんですけども、タイトルも歌手名も知りませんでした。まあでも歌ってみたシリーズね、これやったらいいんじゃないですか。でタイトルと名前入ってますから SEO 対策バッチリですよね。こんな感じで、あとはね、強いて言えばね、動画説明欄これ書くんだったら、そうですね、まあ、歌詞の一部入れてみたらどうですかね。印象深いワンフレーズ入れて、私はこういうところがこんな感じがして好きなんですみたいなね。で視聴者さんの共感を呼ぶってことが一つのポイントですから、動画説明欄に書くんだったら、まあ、でも書いてますね、チャンネルの内容とは関係ないですかってことは関係ないことないですから、こういうのを1分前後とか30秒のやつをいっぱい作っていけばいいんじゃないですかね。まあ1分ちょっとのがいいですかね、まあワンクールだけを歌ってるものとか、あとできれば松潤さんの表情が出るのがいいと思います。松潤さんはね、いつもねこう笑顔なんで、とってもそれが人を引きつけるんだと思うんですよ。ですんでね、こうなんですか、こんな感じでできないですかね、こんなこの感じで難しいですかね、難しかったらまあしょうがないんですけども、でも鍵盤のとこだけ出てるのもいいと思いますよ、まあこの歌ってみた、弾いてみた、なんかそんな感じのやつでね、ズバーっといけないんじゃないですかね。これはもう日課で、もう1日にね10本でも20本でも上げていきましょう。であとね、公開限定にしたのが一般公開になりました。本当にね、まあ再生されませんから心配しなくても、見られたいのに見られないですから、見られたらどうしようと思うけど見られないんですよ。で仮にねこれね1万人に見られても街角で声かけることはありません。まあ100万回回ってもね有名人にはなれませんので、 YouTube の場合は1000万回ぐらいじゃないですかね、まあ頑張ってみてください。ありがとうございます。